はい、こんにちは。ジェサカ大講師のカズです。今回はサッカー戦術アクションマーク基本になる2種類のマークについて解説したと思います。このマークが2回続くからちょっと分かりにくいですね。まあ、基本的には戦術アクションのマークについて解説したいと思います。で、このマークのね、こういった内容も、ホームページの方でね、記事、あと図でね、解説しておりますんで、下の、動画説明欄に、リンクを貼っておりますんで、文字ベースで見たい方はね、ホームページの方を参照してください。で、ホームページの方でね、参照しながら、YouTube でね、まあ、聞いてもらえると、より理解が深まると思いますんでね、そちらの方も合わせてご覧ください。最初に今サッカーの、ね、戦術アクションが何かよくわからないという方は、前回の動画作りました。下の、ね、動画説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方をご覧ください。で、まあ、簡単にざっくり、ね、説明しますと、戦術アクションというのは、ね、ゲームモデルとか、まあ、ゲームモデルに含まれるプレー原則とはちょっと異なっておりまして、どちらかというと、まあ、どのゲームモデルの中でも採用される、まあ、採用されるというか現象として現れる戦術アクションになります。でジュニアサッカー大学、まあ、私の中ではこの戦術アクションこそが、育成年代の、ね、子どもたちが学ぶサッカーを、ね、学ぶべきポイントになるんじゃないかなというふうに考えております。もちろん、ね、ゲームモデルを、ね、小学生であっても、ゲームモデル、プレイモデル、ね、プレイ原則というのは必要なんですけども、まあ、それとよりも重要度が高いのが、ね、この戦術アクションになります。で今回はその守備の戦術アクションである、まあ、マークについて解説したいと思います。で皆さんもうほとんど、ね、サッカーされてる方はマークって何か分かりますし、サッカーの指導を、ね、勉強してる方っていうのは、ね、こうマークっていうのは、まあ、よく分かってると思います。で大事なことは僕ら指導者が大事なことは、マークってことを、まあ、きちんとね言葉で理解していつでもね選手に伝えれる準備をしていくっていうことがね大事なのかなって思っております。なので今回はねこのマークについてね深くねちょっと解説していきたいと思います。で、スペインのねコーチングスクールだとおそらくね、まあ、スペインとかバルセロナですね、おそらくマークに関しては4種類っていうふうに言われてるんじゃないかなと思います。1つ目がねマンツーマンマーク、2つ目がゾーンマークですね。で3つ目がミックス、で4つ目がまあコンビネーションと言われるもの。僕はもうコンビネーションってこれ聞いたことないんですけども、まあ、そういうふうに、ね、言ってる方もいらっしゃいます。で一応このジュニアサッカー大学の中ではマークに関してね、戦術アクションとしてのマークに関してはまあ2種類っていうふうにね定義付けしております。マンツーマンマークとゾーンマークになります。でミックスと、なんだコンビネーションマークに関してはこれは僕の中ではゲームモデルと、ね、プレイ原則に関連する項目なので、普遍的な戦術アクションには含んでいないっていうのはね最初にお伝えしておきたいと思います。はい、じゃあ最初にまず1番ですね、サッカー守備戦術のマークの定義と目的について解説したいと思います。でこういった定義ってねこうなんか必要なのかなって思いますよね。で僕もねあんまりこう定義なんてどうでもいいなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、やっぱりね最初に言った通り僕ら指導者っていうのはねサッカーをロジックね論理的に言葉で捉えて、まあ、それをね、変換して子供たちにね伝えていくっていうことが僕らの仕事になりますんで、選手にねこの定義が何とかだって言うというよりは、まあ、僕ら自身ね指導者自身がしっかりとね理解しておけばねいいのかなって思います。で、まあ、僕の、ね、中の定義、ジュニアサッカー大学の中の定義 を解説しますと、まあ、定義ですね、はい、特定の相手もしくはエリアにおいて自由にプレーする時間とスペースを与えないための守備アクション、まあ、これが、まあ、マンツーマンゾーン関わらずマークっていう、ね、戦術アクションの定義になります。特定の相手もしくはエリアにおいて自由にプレーする時間とスペースを与えないための守備アクションですね。で次にこの目的なんですけども、マークの目的ですね、目的ですね。対峙する相手の攻撃を妨害し、まあ、可能ならボールを奪う、まあ、これがねマークの目的になります。で基本的には、まあ、守備のね個人戦術アクションに当たるんですけども、まあ、チームとしてもね、まあ、ゲームモデルの中でもその根幹をねなす、特に守備ではね基本的なことになります。余談ですけどもマークっていうね、戦術アクションその概念に反対のこう考え方としては、まあ、マークを外す動きっていうのはね攻撃面ではあります。守備のねマークっていうのはそんなに難しくないんですけども、それを理解するとねこうマークを外す動きとかねその辺の理解にもつながるんで、しっかりとね理解してもらえればいいかと思います。はい、次2番ですね、守備の戦術アクションのあるマークは2種類、まあ、これずっと言ってますよね。ジュニアサッカー大学では、まあ、マンツーマンマークとゾーンマークっていう2種類が、戦術アクションのマークの中には含まれているというふうに考えております。まあ、この辺はねあんまり、別に ミックスまで入れてね3つって考えてもいいかと思います。3番、マンツーマンマークとは、ここからね、ちょっと具体的に見ていきたいと思うんですけども、マンツーマンマークの、ね、この定義をしております。
定義としましては、特定の選手の行動に対して同じ守備側の選手が継続的に警戒すること。特定の選手、ある選手のアクションに対して一人の守備側の選手がね、ついていってね、こうマークするっていうような意味合いになります。で、まあ、現代サッカーの中ではオールコートマンツーマンみたいなのはないですよね。ポジション相手が変えてもずっとマンツーマンについていく、全員がね、 10人がフィールド上の10人がずっとマンツーマンで同じ選手だけをマークするってことはほとんど見られません。なので基本的には現代はまあゾーンマークが主流なんですけども、まあ一部ね、例えば特定のこうスペシャルな選手がいてそこにマンツーマンを当てるね、ゾーン2ではマンツーマンとかね、ゾーン3ではマンツーマン、そういう傾向はねあるかもしれません。最近だとね、アトランタイタリアンチームとかね、やったりとか、結構ねマンツーマンマークをね採用しているチームとね、またこうリバイバルですね、増えてきた感じはしますね。で、まあ、図をねちょっと出します、こんな感じですね。まあ、サッカーで、ね、されてる方はまあ分かるとは思うんですけども、この図のようにですね、相手がこうスペース動いたとしてもその選手にマークがこうついていくようなイメージですね。これがまあマンツーマンマークになります。で、まあ、補足なんですけども、まあ、さっき言ったみたいにね、どのエリアまでマークしていくか、例えばまあこの、なんだ、まあ、5メーターとかね、ゾーン1ではずっとマンツーマンなんだけども、そこから相手が動くゾーンを出るともうマンツーマンやめるとか、まあ、その辺はね、まあ、チームの、ね、プレー原則、ゲームモデルの、ね、プレー原則によります。で、まあ、マンツーマンマークの特徴に関してはを、ね、いくつか挙げております。4つかな、4つ挙げております。1つ目が、まあ、対象となる相手選手が、ね、明確である、まあ、そうですよね、誰々は誰々をマークしなさいということで、まあ、マンツーマンというのは相手選手が、ね、誰をマークすればいいかというのは、ね、明確であるというのが1つあります。で、2つ目が個人での責任が大きいですよね。大体マンツーマンマーク、よくある例としては、まあ、コーナーキックとかセットプレーですよね。セットプレーでマンツーマン取って、相手がね、こう、トリックで外してきても、ずっと同じ選手をマークするってことがありますよね。その時に、やはりこうね、マークを外してしまって、こう、ヘディングで決められるみたいにすると、責任はね、個人になりますよね。そういった意味では、まあ、こういう個人での責任がね、大きいっていう特徴があります。3つ目が素早くアプローチできるので、相手選手のプレーを大きく制限できるという、ね、まあ、メリットというか特徴があります。どういうことかというと、自分がどの相手をマークするかというのがもうはっきりとしているんで、ね、そこにボールが入ったら行くんだとかね、そこのボールが入る前にパスカットしようという対象となる相手は明確なんで、むしろ、ね、ゾーンよりも素早くアプローチできるので、相手のプレーを、ね、制限できるという、ね、特徴があります。で、4つ目が、まあ、ボールがある位置で守備側の選手のポジションが決まるのではなく、マークする相手がどこにいるかで決まるっていう、こういった特徴がありますよね。ゾーンだとボールがどこにあるかによって自分がどこに立つのか、どこにポジションを取るのかっていうのが決まってくるんですけども、マンツーマンという場合は、ボールの位置というよりも相手がどこにいるか、ね、相手選手、自分のマークする相手選手がどこにいるかによって、自分の、ね、ポジショニングっていうのは決まってくるっていう、こういった特徴があるかと思います。はい、4番、ゾーンマークとは、次はね、ゾーンマークの解説です。一応ね、これも定義しております。ゾーンマークの定義です。自分の守るゾーンに立ち、そこに侵入しようとする、もしくは侵入してきた相手を継続的に警戒すること。これが、ゾーンマークの、ね、定義にしております。これね、ちょっと図を見てもらうと分かりやすいと思うんですけども、まあ、基本的にはね、例えばこれ一応ね、11人制の4バックの例を挙げております。で、自分の守るゾーンでね、ありますよね。例えば、4バックであれば、コートを縦に4分割して、ね、1人ずつ、サイドからね、サイド、中央、中央、サイドという形で守る、ゾーンが決まっております。で、そのゾーンに侵入してくる選手にボールが出たら行くとかね、例えば相手が2人入ってくると、2人をこうね、見るみたいなね、ふうな形がゾーンマークになります。この図にあるように、例えばね、センターバック、CB って書いてます、センターバックのところでフォワードの選手が中盤に降りたら、今度はセンターバックがついていくマンツーマンではなくて、ミッドフィールダーの選手のマークを受け渡すっていう、ね、作業になります。右側のね、相手の右のワイド、ウィングの選手が中に入ってくると、左のサイドバックがマークを捨てて、センターバックがマークを取り直すみたいなね、こういったマークの受け渡しがあるっていうのがね、大きな特徴かと思います。ゾーンマークの特徴なんですけども、まあ、ボールがある位置で守備側の選手のポジションが決定される。さっきのマンツーマンとはちょっと違いますよね。常にボールがどこにあるかによって、自分のまず守るべきゾーンに立つんで、ボールの位置によって自分のポジションが決定されます。2つ目が相手の移動に伴いゾーン間でのマークの受け渡しが必要になると。これはさっきの図の通りですね。基本的にはゾーンっていうのは自分のゾーンを、自分のこのエリアを担当しているんで守備でね。
そこから選手が出ていけば他の選手にマークを渡すっていうね、マークの受け渡しが必要になります。これも先ほど申し上げた通り、自分のゾーンに2人入ってくることもありますよね。そうすると2人同時にね、警戒しなければならないケースが起きます。ゾーンのねマークの受け渡しもどこまでやるのかとかっていうのは、プレー原則とかねゲームモデルにね、左右される面が大きいかなというふうに思います。でちょっと余談なんですけども、以前ね僕動画で、マークの原則っていうのを挙げたんですね。でマークの原則っていうのは、昔からね日本のサッカー界で言われてる言葉です。例えば、マークする相手と、ゴールをね自分の守るべきゴールを結んだライン上に立つとか、パスが出たらアプローチに行ける距離を取るとか、僕何でしたっけね、そうか、ボールとマークする相手を同一視野に入れるとか、こういった3つがねマークの原則って言われたんですけども、このマークの原則を考えた時に、このマンツーマンだとねこう理解をしやすいんですけども、ゾーンマークっていうふうに考えた時っていうのはこのマークの原則から外れますよね。だから基本的にはマークの3原則っていうのは、マークの、キーファクターではなくて、マークの中のマンツーマンマークのキーファクターになるかと思います。プロのゲームとかはね、見てもらえば分かるとは思うんですけども、例えば相手の右の選手、右のワイドの選手がボールを持った時に、守備側の右のサイドバックっていうのは相手の左のワイドを警戒していますよね。マンツーマンを取るんであればね、マークの 3原則に従う可能性があるんですけども、基本的には今ゾーンディフェンスでラインコントロールもしないといけません。そうするとマークをねマンツーマンでマークを取っているというよりは相手を警戒している、ビヒランシですね、警戒しているという状態になります。なので今回の次元サッカー大学のマークについてのね定義付けにしても、定義のところで言っています通り、ゾーンマークに関しては自分の守るゾーンに立ってそこに侵入をする、もしくは侵入してきた相手を継続的に警戒すること、つまり警戒なんですよね。つまりゾーンマークっていうのは、自分が立つべきポジションに立った時に、ね、特定の選手が、ね、自分のゾーンに入っていないことがあります。でも入ってくるかもしれないっていうふうには警戒を常にしないといけないんですよね。警戒している状態っていうのは大きな抗議の意味でマークというふうに扱っているんですね。そうしないと、警戒しているのとマークを取ることっていうのが、ね、別アクションではなくて、ゾーンマークの中では警戒っていうレベルになって、自分のゾーンにいる選手にボールが入ろうとしたらアプローチいきますよね。ゾーンマークからこれはマンツーマンに切り替わる例なんですけども、基本的にはゾーンの時っていうのは特定にねマンツーマンのようなマークの仕方をせずに、自分のねエリアを守る、警戒するっていうアクションですよね。そこに対して、例えば2人いれば2人を警戒するんですけども、1人にボールが出たら行くってね、1人にボールが出そうになったら行くっていうことは、これはマークを取りに行くっていうアクションになります。これもね、プロのゲーム見てもらえばいいと思います。例えばディフェンスラインのね、ラインコントロール上げ下げして、相手のフォワードがね、裏に出たり、下がったりするシーンをね、見てもらえば分かるんですけども、ディフェンスの選手というのは、警戒して、裏に出ようとしたらマークを取りに行く。で、もう一回マークを捨てて、自分の、ライン上に、ディフェンスライン上に戻って、また相手を警戒するというようなアクションが見られます。なので、基本的には、直接マークを取るマンツーマンと、警戒するレベルであるゾーンマークっていうような、意味合いで考えております。今回はサッカー守備の戦術アクション、マークについて解説しました。でマンツーマンマークと、ゾーンマークは2種類ありまして、守備の、個人戦術アクションに含まれます。でそこから先の、ミックスマークとか、コンビネーションマークっていうんですかね、その2つに関しては、プレー原則ね、プレイモデル、ゲームモデル、プレイ原則と関わるんで、あくまでも普遍的なね、チームじゃなかった、戦術アクション、守備の戦術アクションとしては、2種類ね、マークに関しては2種類、マンツーマンとゾーンがありますよというお話になります。今日の講義勉強になったという方は、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、ジュニアサッカー大学へご入学ください。今日の講義は以上です。